いつの間にか人形に履かせた角裏が薄い。恵美さんと二人で探検したかったようで、車の後ろの台に乗り、こうして見えてるでしょ。M さんの住む町に車の事故が多発する通りがあった。ただの直線で原因となる障害物もないのに、なぜか事故が続く。運転手に聞いても居眠りなどしておらず、走っているうちになぜかふらーっと路肩に引き寄せられてしまったということだった。ある日 M さんが車でその通りを走っていると、反対側の歩道に小学生くらいの男の子が立っていた。車道に向かって、いないいないをするように両手で顔を隠している。渡りたいのかなと思い車の速度を落とすと、対向車線を車が走ってきた。すると男の子は対向車の方に顔を向けて、うわぁと両手を開いた。M さんからは男の子の顔が見えなかったが、次の瞬間、対向車が男の子に向けて舵を切って、そのまま突っ込んだ。慌てて車を止めて事故現場に駆け寄ると、運転手が首をひねりながら車を出てきた。人を引いたにしてはのんびりした表情だ。男の子のことを告げると気づいていなかったようで、途端に顔が真っ青になった。しかし運転手と二人で車の周りを改めたが、子供はどこにも見つからず、結局単独事故として処理された。今でもその通りでは事故が多発している。とある檀家さんの七回忌法要の席で、読経の最中に小さな子供が参列者の中からとことこと前の方に歩いてきた。母親に連れ戻されてもまたすぐに飛び出して祭壇の方へ来ようとする。四五歳の幼い男の子のすることだから本気で怒る者はいなかった。両親は申し訳なさそうにしていたが、本人は叱られてもキョトンとしている。 K さんは終わるとすぐにその子に話しかけた。長かったよね、ごめんね。ポクポクに触りたかったのかな。鳴り物に興味を示す子供はたくさんいる。てっきり木魚を叩いてみたかったのかと思ったのだが、うんうんと子供はかぶりを振った。おじいちゃんに呼ばれた、という。七回忌を迎えた故人は男性で、この子は初孫にあたった。しかし、亡くなった後に生まれたので、おじいちゃんはこの子の顔を見ておらず、この子も祖父に会ったことがないのである。どんなおじいちゃんかな？と K さんは尋ねた。すると子供は、祭壇に置いた遺影を指さして、あのおじいちゃん。狐塚の伝承によく似た階段を喜多方市で祭話することができた。和社の曽祖父が生前よく語っていた話だという。ほんの100年ほど前、会津ではまだ化け狐が辺りをうろついていたようだ。その日、彼は隣の集落まで酒を買いに出ていた。当時、酒を買う店が近くにないため、隣の町まで行かねばならなかった。暗い森の中を通る道を行き、酒を買って帰る時だった。道の前方に、うつむいて立つ女がいた。
この辺りに住むものではない。見たことのない女だった。とてつもなく美しい女だった。横を通り過ぎようとすると、突然声をかけてくる。すいません。驚いて振り返る。ゾッとするほど美しい。はあ、何でしょうか。夕方になったので帰れずに困っております。はあ、厚かましいとは思いますが、お家に泊めていただけないでしょうか。何を言うのかと思った。突然家に泊めてくれと。しかもこんなところでたった一人、薄闇の中、人が通るのをじっと待っていたと思うと、なんだか恐ろしかった。気味が悪い。断ろう。すいません。今うちにお客様が来ていてダメなんですよ。もう少し向こうへ行ったら家がまたありますから。それだけ言って立ち去ろうとした。しかし、後ろからまた声をかけられる。すいません、すいませんが。いや、ダメだって。悪いけど。女はこちらに声をかけながら後ろをついてくる。すいません、すいません。この女、頭がおかしいのか。いよいよ恐ろしくなり、黙って振り切ろうとした。すいません、すいません、いやいや。何を言っているのかわからなくなった。聞き取れない言葉をブツブツと自分に叫んでいる。と、いきなり後ろからガバッと飛びつかれた。はっと気づくと、歩いてきた道ではなく、家の前に倒れていた。追いはぎだったのか、と持ち物を見ると、買ってきた酒がきれいになくなっていた。これが狐に化かされるというやつか。あれが狐だったのか、と思うと、あの美しさも納得できたのだという。女について曽祖父は生前、ものすごく綺麗な人だったというのは覚えているが、顔を思い出すことはできない。今まで生きてきて、あんなに綺麗な人は見たことがない。と語っていたそうだ。ほんの100年ほど前、化け狐は会津の生活のすぐ隣にいたのだった。仮に森川さんとしておく。春の雨が降っていた。会社から最寄りのバス停、そのベンチで文庫本を読みながら、帰りのバスがやってくるのを待つのが私の日課だ。辺りは滲むように暗く、もう間もなく日が沈もうかとしていた。万田港からほど近いバス停を、こんな時間に利用する人間はほとんどいない。事務員の私は、毎日定時になれば退勤することができたが、そんな人間はそう多くはないらしい。道路の向こうのバス停に、見事な椿の花が咲いているのが見えた。橙色の電灯の明かりの下、雨に濡れる春先の椿が美しかった。心配性な母は、車を買って通勤しなさいと口うるさいが、人通りの少ないこんなバス停に誰が来るというのか。早く実家を出てしまいたいと思う反面、今さら一人暮らしをするのも面倒だった。家事は母に任せてしまえばいいし、遠出をするときには父に送ってもらえばいい。
車を買うのにもお金がかかる。維持費や諸々のことを考えれば、そんなことは億劫だ。文庫本のページを指先で丁寧にめくりながら、文章を目で追いかけていく。表紙に惹かれて購入したものだが、展開が遅く、事態が遅々として進まないのでやきもきする。時間を忘れて読めるような本は、なかなか手に取ることが難しい。ハズレだったかな。顔にかかった前髪を指で耳にかけた拍子に、ふと視線を上げると、向かいのバス停に人影が立っていた。電灯が逆光になっていて、表情がよく見えないが、どことなく男性のように見える。傘も持たず、ベンチにも腰掛けず、まっすぐにこちらを見ているような気がして、少しだけ気味が悪い。本へ視線を戻し、再び文字を追いかけようとするが、どうにも先ほどの人影が気にかかった。私の乗るバスは荒尾市内へ向かうが、あちらのバス停は反対、南関方面へと向かうバスのはずだ。街中とは正反対になる。いつもあちら側に立つ人はいない。顔を動かさないまま、視線だけをそっと向こうへやると、人影がもう一つ増えていた。やはり顔や服装は逆光で見えない。ひどく嫌な予感がした。父に迎えを頼もうと携帯電話を開くと、どういうわけか圏外になってしまっている。電話もかからず、メールを送ることすらできなかった。何なのよこれ。心臓の音が高鳴り、自分が動揺しているのが分かった。傘を差して逃げるべきか、とも思ったが、下手に動いて物陰に連れ込まれてもしたらどうしようもない。大の男が二人がかりで抑え込みに来たら、自分の力では抵抗できないだろう。恐ろしいと、心の底からそう感じた。いつもならそれなりの交通量があるはずなのに、雨のせいか一台の車も通らない。もうバスが来てもおかしくない時間なのに、一向にやってくる気配がなかった。雨粒が天井と道路の水たまりを叩く音だけがあたりに響いていた。夕闇は濃度を増し、やがて等間隔に設置された街灯が点灯していく。淡い光に照らされたアスファルトの道路に影が落ちた。もう本の内容などまるで頭に入ってこなかった。誕生日に友人から送られた腕時計へと目をやると、本を読み始めてからまだ数分と経っていない。まるで時間が間延びしたように感じられた。あの男たちはもうどこかに去ってしまったのではないか。何の根拠もない淡い期待に顔を上げると、人影は四つに数を増やしていた。黒い人影はまるで静止画のように、呆然とこちらを見て立ち尽くしている。恐怖に顔を伏せ、呼吸を止めた。生きた人ではない、と直感的にそう感じた、奇妙な感覚だった。目の前に確かにいるのに、まるでテレビの映像を見ているように現実感がない。あれは、きっと見てはいけないものだ。無視を決め込み、本へ視線を戻す。もはや内容など微塵も頭に入ってこないが、知らないふりをする他になかった。体を固くして、貝のように押し黙って、本のページを意味もなくめくる。バスがやってくるまでの辛抱だ。不意に、本へ落とした視線の端に、黒い足が見えた。すすで汚れた、ごつごつとした裸足の足が、
すぐそばに立っている。ヒュッと陰口の奥が奇妙な音を立てた。悲鳴を上げそうになるのを懸命にこらえる自分を試すかのように、また一人もう一人と足が増えていく。どの足も黒く汚れていて、あちこちに傷があった。中には爪が剥げてしまっているものもある。本を読む私の周りを取り囲むようにそれらが立ち尽くしていた。油汗がこめかみを流れ落ちていくのを感じながら、ゆっくりとページを指でめくる。今顔を上げれば何が見えるのか想像もしたくなかった。雨音が響き、どこかでカエルの鳴き声がした。ごくりと唾を飲み込む音に心臓が止まりそうになる。どれほどの時間が経ったのか、視界の右端でまばゆい光が弾けた。聞き慣れたバスのエンジン音が近づいてきて、やがて目の前で止まった瞬間、黒い足はいつの間にか消えてなくなっていた。顔を上げ、すぐさまバスへ乗り込み、空いている席へ腰を下ろす。耳音で心臓の鼓動が鳴り響いていた。不意に視線を向かいのバス停にやると、そこには黒い人影などどこにもなく、代わりに椿の花が四つ無造作に落ちて転がっているばかりだった。身震いするかのように発進したバスの車内でふと視線を落とす。本の表紙に人の手の形をした黒いすすがついていた。綾子さんは20歳の時、男遊びで妊娠してしまい、中絶手術を受けた。後日、卵焼きを作るためにキッチンに立った。中絶後に初めて卵を手に取る。卵を割るのは得意だ。右手に持った卵の中央をまな板の面に軽く打ちつけ、殻にひびを入れる。その割れ目に両手の親指を入れ、ボールの上でゆっくりと殻をきれいに左右に開く。殻から出た生卵がボールの中へこぼれ落ち、あやこさんは悲鳴を上げ腰を抜かした。ボールの中にぼとりと落ちたものが生卵ではなく胎児の死体だったからだ。以来、あやこさんが生卵を割ると生の胎児の死体が現れ、ゆで卵を割ると茹でた胎児の死体が現れる。ほらね、と物憂げに割って見せてくれた卵は、しかし私の目にただただ普通の生卵だった。九段の胎児の死体はその子を堕胎した綾子さんの瞳にしか映らないのだろう。